優しく頬を撫でる。さあ泣くのはおよしベビー犬。いつもの笑顔が戻ったら希望の土地を目指して歩き出そう、歩き出そう。だけど道は遠いよベビー犬。レンレンデレデレン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 デレデレンレン。秋の夜は明るく明るく空が光る。さあ見上げてごらんベビー犬。一人でくじけず生きてきたお前を見守る星が強く考えはいかがでしょうかね。なんだいタルエル。ファンダムワン工場を2つに分けて我々2人がそれぞれの社長になるという方法ですよ。なるほど。考えてみるとあの工場は大きすぎて僕の手に余る感じもするな。おほほ、ご自分のことがよくお分かりで。あ、バロン、バロン。セモエが脅かしやがって。飲んで早く元気にならなくちゃね。鼻の頭が濡れてきたのは熱が下がった証拠だよ。もう大丈夫だよオレリー。さあ心配しないで早く工場に行っておいで。すいませんおじさん、それじゃミルクとパンをここに置いていきますからお願いします。ああ行ってきます。じゃあねバロン。ほらもっと飲みな。フェリーヌは初めて遅刻をしました。夜通しバロンの看病をし、明け方ついうとうとと眠ってしまったからです。あの時間に厳しいビルフランはさぞ怒っていることでしょう。ペリーヌは叱られるのを覚悟の上で工場に向かいました。オーレリーか。おはようございますビルフラン様。タルエルでございます。おはようございますおじさん。なんだお前たちか。はい、打ち合わせに伺いました。その前にオーレリーを探してきてくれ。頼みたいことがあるのだ。実はビルフラン様、オーレリーはまだ工場に来ておりません。何、来ていない。あれほど遅刻をするなと言い聞かせておいたのに仕方のないやつです。多分寝坊でもしたのでしょう。あの娘もついにボロを出しましたね。あの若さではやっぱり秘書の仕事は荷が重すぎるんじゃないですか。もっとしっかりした秘書を雇ったらどうですおじさん。余計なことを言うな。ほう、オレリーはお前と違う。よほどの事情がなければ遅刻などはせん。これは手厳しい。タルエル、打ち合わせを始めよう。はあ、お願いです、開けてください。いや、おはようオレリー。あんたが遅刻するなんて珍しいな。すいません。ありがとうございます。オーレリー
入れ。遅くなって申し訳ございません、ビルフラン様。お前はビルフラン様が人一倍時間に厳しい方だということを知らぬわけはあるまい。何かわけでもあるのか。例えば夜遊びしすぎたとか。いえ、そんな。じゃあなんだ。バロンが私と一緒にいる犬が昨日お怪我したんです。犬？ええ、そうです。それでさっきまで看病していたものですから。犬の看病のために会社に遅刻だって。バロンは私の大切な友達です。そうだろうとも。その犬っころのためなら平気で仕事も放り出せるんだからな。大怪我だったんです。鉄砲で撃たれたんです。鉄砲？怪我でよかった。死んででもいたら会社を休んで泣き明かすってことになりかねないからな。あなたはなんてひどいこと。何？バロンを撃ったのは、私の犬を撃ったのは。はあ、すると昨日。やめなさいオーレリー。何ですか、ビルフラン様の前でみっともない。タルエル君。はい、ビルフラン様。テオドールもだ。二人とも席を外してほしい。オーレリーに用事がある。しかし打ち合わせはまた後でやる。早く出てくれ。あの娘は我々の秘密を知ってるぞ。そうらしいですな。二人で会社を山分けにする計画をあいつが喋っちまったな。ああ、落ち着いてください、テオドルさん。おじさんはきっと我々二人をクビにする。クビね。ま、そんなこともありますまい。少なくとも私は。君。私がこの会社からいなくなれば、この工場はその日から動けません。これはビルフラン様もよくご存知のはずです。そしてあなたも。このことはあの小娘にもよく教えてやる必要がありそうですな。一体何があったのかね、オーレリー。お前の犬が銃で撃たれた。それがどうやらテオドールにあったことらしい。そうかね。はい、あのテオドールさんが狩りをしていまして、間違えて私の犬を。うん、それで。いえ、それだけです。それだけではあるまい。あのタルエルの慌てぶりは一体何だ。はい、それはテオドールさんに私が大変失礼なことを。やめろ。はい。言いたくなければそれでもいい。オーレリー、わしはお前を信頼しておる。ビルフラン様。まあよい。仕事の話をしよう。お前にインドのフィルデス神父に至急電報を打ってもらいたいのだ。はい。とにかくわしは一刻も早く息子の居所を突き止めたい。フィルデス神父に頼んでインドでの足取りをもう一度調べ直してもらうことにした。お前はこれからわしが言うことを英語に訳して短い伝文にまとめてくれ。わかりました。オーレリー、その前にお前の仕事道具を全部ここへ持ってこい。は？秘書室で仕事をするのは何かと不用心だ。お前の仕事は今後すべてここですることにしよう。はい。ベリーヌがタルエルとテオドールの悪だくみをビルフランに伝えなかったのは大変賢明なことでした。それはビルフランを苦しめるだけでどうすることもできなかったからです。今ビルフランにできることは、息子エドモンの行方を探し当て連れ戻すこと。それが全てを解決するのだとビルフランは信じていました。ビルフラン様、伝文がまとまりました。ご苦労。で、語数は？英語で45字になりました。すると電報料金は72フランか。もう少し短くしますか？いや、それで結構だ。早速電報局に行ってきてくれ。あの、料金の方は？会計課によってもらっていけ。わかりました。オーレリー。はい。何度も言うようだが、電報の中身は誰に聞かれても絶対に漏らしてはならんぞ。はい。
なぜ逃げる？隠したってダメだ。72フランもの大金を払って電報を打つからには宛先はインドに決まっておる。違います。会計課に出した伝票には電報料金72フランとちゃんと書いてあったぞ。オーレリー、エドモン様はやはり生きておるのか。何か情報があったからこそ電報などを打つのだ。そうだろう。私は何も知りません。いいから黙ってその電報を見せろ。いけません。はあ、ちくしょう、英語か。そこに何が書いてあるかは後でゆっくり聞かせてもらおう。私の言いつけに背く奴はクビにする。仕事が終わり次第わしのところへ来い。必ずだぞ。電報は確かに打ちました。ご安心ください。オーレリー、お前足をどうかしたのか。いいえ、別に。嘘をつくな。足音を聞けばちゃんとわかるぞ。自分で転んだとも思われないが、誰かに乱暴なことをされたのか。あの、心配せずに言ってみろ。タルエルさんがいきなり電報を取り上げようとしたので、私びっくりして転んでしまったんです。やはりそうか。でもタルエルさんは英語が読めませんから、何の電報かは知ることができませんでした。今すぐにでも奴を呼び出してどやしつけてやりたいところだが、それもできん。お前をそんな危ない目に遭わせたのはわしの責任だ。痛むか。いいえ。ビルフラン様、行ってらっしゃいませ。その日の午後、タルエルのそらぞらしい愛想笑いに送られて、ペリーヌはいつものように工場巡回のお供に出かけました。オーレリー、工場を一通り回ったら帰りがけにわしの屋敷に寄ってくれ。はい。今夜からお前はわしの屋敷に泊まり、わしと一緒に食事をするのだ。え、いやか。いいえ、でもあんまり突然なので。仕事部屋も住まいもすべてわしと一緒にすれば、わしのところへ来る個人的な手紙のことをあの二人も聞き出すことはできなくなる。お前だってその方がずっと楽だろう。はい。よし、では決めた。あの、まだ何かあるのか。私の下宿に怪我をしたバロンがいます。あの可愛い犬を置いて私一人でお屋敷に行くわけには。もちろんその犬も一緒に連れて行く。それなら文句はあるまい。はい。本当にビルフラン様のお屋敷に引っ越しするのかい？そうらしいわ。らしい？おい、大人をからかっちゃいけないよ。
ミルフラン様、お待たせいたしました。ご苦労だった。どういたしまして。おじさん、さっき言ったこと忘れずにロザリーに伝えておいてくださいね。わかった。今夜の食事は用意しなくてもいいと言うんだろ。すいません。じゃあおじさん、皆さんによろしく。ああ、みんなびっくりするぞ。あれがカボチャの馬車ならまるっきりシンデレラだ。目の前にまるでお城のように大きなお屋敷が見えてきました。ベリーヌはそのお屋敷を目指して馬車を進めていることが夢の中の出来事のように思いました。左の道を回って屋敷につけてくれ。はい。セバスチャンはいるか。はい、ご主人様。早速だがお嬢さんを蝶の前へ案内してくれ。あの、お嬢さんと申しますと。何を寝ぼけておる。御車台にいるのが見えんのか。は、このむす、いえ、お嬢さんを蝶の前にご案内するのですか。今日からずっとこの屋敷で暮らす。失礼のないように気をつけろよ。秘書のオーレリーです。よろしく。秘書。夕食を一緒にするから食器はオーレリーのと向かい合わせに置いてくれ。はい。わしはこれから工場に戻る。自社のフェリックスを呼んでこい。フェリックスはここにおります。ビルフラン様、馬車ならば私が。お前は屋敷に残ってくつろいでいろ。晩餐は8時、時間はたっぷりある。わかりました。さあ、早いとこ犬を下ろせ。はい。お嬢さん、その犬は私どもがお預かりいたしましょう。あの、この犬は怪我をしてるんです。私が看病しなくちゃいけないんですけど。しかし、蝶の間には今まで一度も犬を入れたことがございません。看病は責任を持ちますから。そうですか、それじゃあ。おい、アンリエット、この犬を納屋へ連れてってくれ。すぐ会いに行くからね、バロン。さあ、参りましょう。おや、オーレリーはどこに行ってしまったんでございますか。さては、あの娘、また何かヘマでもやったのでしょうか。オーレリーはわしの屋敷に置いてきた。お屋敷に。今頃はきっと晩餐の身支度でもしてるだろう。晩餐ですって。なあ、よく聞こえなかったのか。そういたしますと、ビルフラン様はあの娘と一緒に食事をなさるつもりなんですか。今夜だけでなく、これから先もずっと。ご冗談ばっかり。冗談ではない。オーレリーは今日からわしの屋敷に住まわせることにしたのだ。別に君に迷惑はかけん。安心したまえ。
お待ちください。フェリーヌの案内された蝶の間は何から何まで豪華ずくめでした。特に驚いたのは自家発電装置を使った電灯です。ランプやろうそくの火にだけ馴染んできたフェリーヌにはそれが魔法の光のように見えました。お嬢様、ちっとも恥ずかしがることはございませんよ。初めてこのお屋敷に来た方は必ず同じことを試されるんですもの。よかった、私だけじゃなかったのね。セバスチャンからお嬢様の御用を伺うようにと言われてきたんです。何かございますでしょうか。どうもありがとう、別に用はございませんと思います。もしよろしかったらお屋敷の中をご案内いたしましょうか。お願いです。それなら一番に納屋に連れてってください。え、納屋？私はあちらでお待ちしております。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。バロン、バロン、バロン。まあ、バロン、もう歩けるようになったの？やめてバロン、よかったわね、元気になって。それあ変わったお嬢さんが舞い込んできたもんだ。それあ宮殿のような蝶の間よりもフェリーヌには枯葉のベッドの方がよほど心が休まりました。でもビルフランはフェリーヌがこのお屋敷に似つかわしい淑女になることを望んでいるのです。8時の晩餐、それは淑女になるための第一の関門になるはずでした。ビルフランのお屋敷で暮らすことになったフェリーヌは村中の噂の的でした。その幸運を誰もが羨ましく思うのでしたが、フェリーヌは本当の幸せはまだまだ遠いものだと知っていたのです。それよりも今のフェリーヌには親友であり相談相手であるロザリーに会えないことが気がかりでした。次回フェリーヌ物語ロザリーの悲しみをお楽しみに。